おはようございます。おはよう朝早いですね。早いっすね。今日はですね、はい、一大イベント、はい、ついにサンスタジアムでイベントをやりますよ。 J リーガーの皆さんと、はい、BOB の皆さんとリナーで、その前に高校サッカーのイベントのアンバサダーしてまして、はい、午前中はそっちのイベント茨城県でね、はい、羽崎ユース、はい、強化交流大会ここの密着をさせてもらってから車で日産移動して、そちらで一番オールスター2021もうやりますよ。ちょっと久しぶりに緊張しますよ。はい、たまたまキングが待ってしっくりくつろいでるじゃないですか。いやいや、はい、これモチベーション上げるので、この31巻からの33巻までが好きなんです。寝る前に、はい、最近朝飯食わない抜いてんだけどさ、はい、今日はまあ実はね、その一緒にやるジャパンオールスター2021、三浦和さんも参加するとか、はい、ラモスさん監督とか長野さん監督とか、もう我慢できずに出場します。私じゃあ久しぶりに那須さんのプレーが見れるんですね。だから本当に昨日ね、はい、ご飯行ってお出ししたね。すっごいお酒が進むようなご飯だったんですよ。自分を利しましたね昨日は。しっかりと、いや絶対那須さん飲みたがってんだろうなと思ってなので今日はちょっとまあエネルギーを朝にしっかり牛ということで、朝飯しっかり食べます。いただきます。太陽が眩しいです。はい、今日は12月26日日曜日です。日曜日です。今日は、はい、朝は羽崎ユースのその強化大会か、強言っちゃってますよ、うん、まだ朝ですからね、はい、今日は銚子高校の密着をさせてもらってからの終わって日産に移動します。今日はだから、はい、いろんな顔が出ますね。ウィナーズの監督としてもやらせてもらいますし、1試合目は、2試合目はその本当に久しぶりにプレイヤーとして、はい、20分だけですけどプレイさせてもらうんで、久しぶりですね、このなんか高揚した感じというか、試合日の朝、うん、朝って感じで目覚めがいいっす。だから昨日は寝れたんですか？爆睡です。キングダム見ながら落ちましたどうなんですか、そのウィナーズのチームの心意気というか、うん、メンバーなんか言ってたりしたんですか？それはね、その現役 J リーガーの活動をプレーするっていう、いやそうですよ、場がないから、はい、生きてる中であるかないかっていう、そうですねことなので、やっぱすごい興奮してましたし、それぞれに相当モチベーションは上がりまくってると思いますけど、はい、各自でトレーニングとかしたりしてるんですかね、うん、普段ね、サッカー系 YouTuber で普段の活動の中でやってる人もいますし、撮影しながらとか、はい、それ以外の選手も結構各自で走ってたりとか、はい、フットサルみんなで集まってしたりとか、なんかやってるみたいですね。ウィナーズ出来上がりとしては、うん、出来上がりとしてはまあもちろんそのね、結果が全部伴えばいいけど、成長速度で言ったら相当速いものがあるから、言動もそうだし、はい、行動にしてもやっぱり自分を表現して視聴者の方とか目に見えない方に伝えるっていう仕事をしてる人たちだから、あんまり回数重ねられないじゃない、練習のウィナーズとしてね。そうだから1回の練習どれだけこう自分で理解してそれを、自分のプレーに還元するとかチームに還元するっていうのをできないと、やっぱりチームとしての成長スピードもそうだし、個人としてもやっぱり成長しないからさ。大津高校の監督が言ったじゃん、はい、やらされる100回より、うん、自らやる1回の方が意味があるっていう、それじゃないですか、やっぱり自ら率先して自分たちで上手くなりたい、強くなりたいっていう思いでやる1回の練習をできる選手たちなので。矢田部サッカー場センターハウスに到着しました。本当だ、那須さんがアンバサダー。おはようございます。ひんやりしてますね。おはようございます。
お疲れでした。お疲れでした。現在10時40分です。大会密着がひとまず終了ということで。ひとまず終了ですね。これから日産へ。何キロですか？140キロや。あ、140、50キロかな。ちなみに今日試合のメンバーだったりっていうのはもう決まってるんですか？決まってる。1試合目のスタメンと、はい、1試合目のスタメンと、もうメンバー決まってます。とりあえずウィナーズのメンバーには、はい、スクロっていうものがどういうものかっていうのを体感してもらいたいっていうことは思ってるから、はい、全員出します。勝ちには行きたいから、はい、そういう意味では1試合目2試合目ともにメンバー構成も含めて、まあ、よりそのいるメンバーで勝てる陣容っていうのを、はい、ちょっとやりたいなと思ってる。やっぱチームって難しいもんでさ、11人だけが良ければいいっていうもんじゃないし、はい、ベンチメンバー何人かも含めて全員がやっぱりこう躍動 しないとチームってやっぱ競争もなければ成長していかないから、だからそういう意味ではまあこうやってね、現役 J リーガーとレジェンドチーム、混合チームでこんなやれることなんてないので、もう実際体感してもらって、はい、それをしっかりものにして個人のスキルアップもそうだしチームとしての成長につながっていただければと思うけど、やっぱ有観客っていうだけあって、いつもの練習試合だったりとか試合とかとはやっぱ人は違うんですか？いやいやいや、もう全然違うよね。やっぱり有観客だとやっぱ見られて応援されるっていうところもそうだし、はい、どっち応援されるか分かんないですけど、プレッシャーもあるだろうし、ウィナーズのメンバーはどっちかって言ったらこの動画視聴だったり、はい、この数字的なもので、あ、たくさんの人が見てもらってるって分かるかもしれないけど、でも実際にそういう有観客の中でたくさんの人に応援されて僕らは活動できてるとか、その思いを力に変えてほしいっていう部分は大いにあるので、はい、今回の試合とか本当思いっきり楽しんでほしいなって思うけどね。とりあえず開催できたのが良かったし、今日はちょっと寒いけど、まあ、でも晴れたのも良かったし、はい、持ってるじゃないですか。大事なとこでは発揮しますよ、そこは。ちなみに1試合目、風間監督率いるレッドフォックスと戦うわけですけど、風間監督どんな戦い方をしてくると、風間監督自体が初指揮する選手とかもいるので、はい、だからまあどういう戦い方っていうか、その個人としてのキャラクターっていう意味では把握はしてますけど、はい、川崎の僕はイメージ強いんですけど、はい、フロンターレで指揮してた時のこの攻撃的なサッカーでボールを動かしながらっていうところの、そこはイメージはあるんですけど、でも風間さん自体も結構ね、融合って言ってましたけど、普段こう一緒に戦うことない選手たちがどうやって融合していくかっていうところを楽しみにしてるって言ってたんで、はい、僕ら側からするとその融合するまでにちょっと仕留めたいっていう。なるほど。もう立ち上がりが、いやいや大事です、すごい大事。でもその適応力っていうのはもうずば抜けた人たちだから、はい、すぐに適応はするんですけど、まあ、とはいっても普段練習してないので少しの誤差はあると思うので、だからそこをね、ちょっとした隙をつきたいなっていうふうに思ってますけど、はい、注目のマッチアップみたいなのってどこだったりします？ウィナーズと風間さんのマッチアップ的に言うと、佐藤久人対脇彦茂とか、平山壮太対佐々木ひか、ディフェンスとフォワード陣のマッチアップは楽しみですし、はい、俺高とかがさ、はい、どのくらいこうやれるのかっていうのはすごく楽しみにしてる。高だったり歩夢とか含め、はい、推進力ある選手たちがどれだけね、サイドも面白そうですね。サイドの攻防も面白いし、大吾、はい、福森選手がサイドでるのか分かんないけど、この1対1の攻防もね、いいところかな。なんといっても2試合目のそのマッチアップの注目は、はい、那須、はい、対、はい、前田、マイク。いやー、パワフルですね。久しぶりですね。2人とも嫌じゃないですか。ツインタワー。それ3バックで見るって結構難しいんじゃないですか。いや、難しくないですよ。攻略法あるんですか？攻略法？はい。気持ち。連携が取れていれば。まあまあまあ、だから数的同数で守ると、はい、やっぱりどうしてもあっちが優位になってしまう可能性があるので、数的優位な状況を作って常にこうチャレンジ行く人がストレスなくチャレンジ行ってカバーという状況を常に作るっていうのが僕の課されてる願いです。ラモスさんはちなみに
一緒にサッカーも知ってました。いや一緒にっていうか、まあ、東京ベルディの時に、ラモスさんその時アドバイザー的な感じだったかな。どういう役職か忘れたけど、昔から変わらないこの熱い、はい、なんてメンタリティを持ってプレイヤー時代からね、もちろん、はい、この熱いしスキルもあるしっていうさ、誰もがもちろん知ってる方なんですけど、俺は一緒にやったことないからね、プレイヤーの時、まあ、引退してからっていうのが関わることが多かったんですけど、はい、人も巻き込んでポジティブにこうモチベーション上げさせるっていう、はい、あの情熱はすごいよね。すごい。じゃあラモスさんがこう選手たちに火をつけたら、やっぱ選手たちもいつも以上のパフォーマンス出たりするんですかね。すると思うし、はい、試合もそうだけど、風間さんがいることでやっぱり選手が緊張する。いるといないってやっぱ全然ね、お二人とも全然違うよね。本当に楽しみですね。ね、ちょっと試合何時間前ですか？4時間半前。はい、うどんを食べております。あの、わかめうどんも良かったんですけど、だから天かすは食べませんよ。試合食です。さすがスポーツマン。ロッカールームでした。来ましたねーって。まだまだ日産スタジアムないけどね。なんか俺のやりたいことの一つでもあったから、サッカーとエンターテインメントのイベントに対して形にしたいなってずっと思ってたから。ずっと言ってましたもんね。ずっと引退試合やったことないからさ、はい、ま、引退試合っていう名目のもと、そういうものをしたいなっていうのは個人的に思ってるんですけど、はい、どっかのスタジアムでそうパンパンにして、いろんな方々の力添え借りて、はい、イベントできて、しかもファンの方々を喜んでいただけるようなイベントができるっていうのはすごくありがたいですよね。僕にとっても個人的にその日産スタジアムっていうのも思い出深いスタジアムなので、はい、2003年の、ね、あの奇跡的な優勝も日産スタジアムで決めたし、マリノス所属時はずっとね日産スタジアムでやらせてもらいましたし、はい、そういう意味ではすごく思い出深い深いあのスタジアムの一つでありますから。また今日もね、みんなの記憶に残るようなっていうか、やってる選手もそうだし、見に来てくれるファンサポーターというか、一緒にイベントを作り上げてくれるみんなにとってもやっぱ素晴らしいものになればいいなっていうのは心から願ってますよね。右方向です。いやいや、ついに来ましたよ。見えてまいりました、日産スタジアムです。来ましたよ、日産スタジアム。今日ここで何をするんですか？これは、はい、今日ここで僕のあの、はい、コンサートです。コンサートリサイタル。ちょっと緊張してきたんじゃないんですか？いや楽しみですよ今日。緊張も何ももう楽しみですよ。だって僕撮影ですけどもう緊張してますもん。緊張、高揚してる感じ。不安とかはないですか？全くない。だってなんで不安持つの？不安って俺わからない感覚がわからない若い頃だったらそういう感覚がある。今は全くないよ。楽しまないと超損でしょ、こんな時間。楽しんだもん勝ちですよ。俺は絶対一番楽しかった誰よりも楽しむ。こっから入っていくわけですね。はい、スロープを降りるんですが、はい、ここは お願いします。ありがとう。選手タイプいろいろ分かれるんですか？はじめましてっていう方と見ててください、はい、これがやっぱりできるサッカー選手なんからしくないな。何がですか？なんからしくないな。一言も喋らないらしくない。待ってました。待ってました。なんか打ち合わせしてるっぽかったから反応してる姿見てたら、まあ、これだろいや、いろいろタイプ、はい、サッカー選手分かれますよ。はい、こうやって挨拶に行く人もいるわ。何も言わずもう喋れないもうその代表那須さんがいるから喋らないわけにはいかないですよね。ラムさん、お願いします。そうです、お願いします。こちらね、おらっち元気です。いやいやいや、あれさっき緊張しないって言ってたのに。はい、やっぱり俺一緒にやったことないですよ本当に。昔のオールスターで、はい、ちょこっとだけこの対戦相手だったから喋ったことはないですか？しっかり喋ったことないです。もちろん挨拶とかもらったことありますけど、
かりと喋ったことないんで。気づいたらいいんですか、カズさん来たら。あ、電話で。電話で。はい。はい。いや絶対噛まないでください。おい、いいっす、いいっす。いらない、いら結構緊張感ありましたね。緊張感ありますよ。見てください、汗が。いや、はい。今日の、あの、あるあるです。さらっとこういう馬がすごい人がありよろしくお願いします。爽やか。よろしくお願いします。さらっと J リーガー通行人 A とかじゃないですから。もう、大上級の。はい、あの、ご縁を持たせていただけるのは本当ありがたいですよ。しかも本当面識ない選手とかも結構いますから、はい、こうやって一緒にやらせてもらえることが何よらぬ。はい、ね、あの早速噛んでるでしょ。はい、9、1カウントですね。1カウントです、ね、はい。スーツ着てんの？スパイク履かないの？1試合目やかんない。じゃあ俺2試合目さ、解説なんだけど、いじっていい？でもさ、動けるんだもんね。すごいさ、トレーニングしてるじゃん。あの、高いところで。高いところで走ってる。高いところでトレーニングしてるさ、いろんなさ、高校生のさ、ところ行ってさ、やってるじゃん。すごいね。楽しみですよ。ありがとうございます。さすがにうちに熱をね。なんだ、1週間ないか。監督はい、よし。ここはね、さらっと流さないと30分ぐらいしかあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。パラッと売れてんの見てください。はい。お願いします。じゃあ、なんか、はい。あの、感無量です。感無量。みんなです。いや、やばい。ありがとう。よろしく、お願いします。はい、もっとあの明るい感じで、はい、那須さんの挨拶でこのイベントのテンションが左右されました。ご協力いただきましてありがとうございます。まず一つ目なんですが、このウィナーズ対現役プロ選手というところの企画はどこでした感じになりますか？
分は友達の紹介で、はい、友達の紹介、はい、僕は、Twitter の方で見て、それで面白いなと思って、はい、チケット取ろうと思って、はい、チケット取って今日見に来ました。 ありがとうございます。なんか好きな企画とか印象に残ってるものとかってありますか？実際強豪校とかに高校の行ってみて、でなんかその実際体験してみてどうだったかっていうのをいつも楽しみにしてみてます。 ありがとうございます。僕も同じです。じゃあ今日の注目選手というか応援してる選手だったりっていうのはいらっしゃいますか？やっぱ歩夢くんですね。テクニックとかあってやっぱ今日も一つのキープレイヤーとして活躍してくれるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。私はジャイアンツ、和樹さん、はい、同じキーパーで尊敬してるので、はい、どんなプレーをしてるのかを間近に見たいと思います。このウィナーズの企画っていうところはどこでした感じになりますか？ツイッターで、はい、ありがとうございます。この今回の、まあ、プロの方でもいいんですけどウィナーズの方でも応援してる選手だったり、気になる選手っていうのはいらっしゃいますか？私たちは横浜 FC のサポーターを普段やってるので、はい、ユニフォームを着て、はい、南選手、はい、高橋秀人選手、はい、カズさんとか、あ、そうです。このウィナーズのイベントっていうところをどこで知ったかっていうの、僕はなんか友達に誘われてました。あ、今日の自分はその那須さんのインスタフォローしてて、はい、インスタで知ったって。あ、ありがとうございます。自分もあの友達に教えてもらいました。あ、そうなんですね。なんかどんな企画が好きとか、ユースルとか、はい、いろんな J ユースをしてるところやとか、結構あれですね、すごいな。あ、それについていけてるとか、それに全然してるプレーがすごいな。あ、今日の試合の中で、まあ、応援してる選手だったり注目選手っていうところはいらっしゃいますか？うん、レイストル好きなんで大谷選手。あ、大谷選手、はい、自分梅ちゃんですね。あ、ウィナーズ側で、はい、応援してます。自分は歩夢選手。あ、じゃあウィナーズと J リーグの方を応援ということで、はい、このウィナーズのイベントっていうところをどこで知ったかっていうところをお聞きしたいです。僕は彼から。あ、お誘いで。はい、いつも YouTube で拝見させていただいて。あ、那須さんのですか？そうです。あ、ありがとうございます。すいません。体験入部だったり面白い。あ、ありがとうございます。今日の試合というところで、まあ、現役選手でもいいですしウィナーズ側でもいいんですけど応援してる選手っていうところを教えてください。僕はガンバファンなんで、はい、やっぱ梶選手だから、バンド選手、あ、いいですね。頑張ってほしいなと思ってます、はい、僕はウィナーズ見てるんで、はい、マキイカさんだったり。あ、マキイカさん、短い質問ありがとうございました。ありがとうございます。 J リーグと J リーグ OB の混合チームですよ。2チームと試合ができるので、みんな思いっきりね楽しんでほしいっていうのが大前提にあるので、みんな楽しんでください。ちなみに緊張してるでしょ？大丈夫です。めっちゃ緊張してる。緊張を含めてだけど全部楽しんで、ね、力に変えて、有観客なんで、まあ、せっかく見に来てくれる方々も喜ばせたいというのもあるので、まあ、みんなで次は一大イベントにしたいと思うので、みんな楽しみましょう。うわ、で2試合目、右から北条、はい、真ん中、那須、はい。結果を求めて、あとは、自分に還元してほしい、今日の体感したもの、それが一番このウィナーズにとって、自分の成長にとって一番大切なことだな。いろんなものを感じて、個人の未来とウィナーズの未来につなぎましょう。よし、頑張っていきましょう。おめでとうございます。だって中でしかできないから、まずちょっとストレッチだけど止まらないストレッチにして、こうやってなんかゆっくりこう動かしながら、それと一緒にやって、シュートが最後フリーね。那須さんがちょっと死にそうなんで、ちょっと元気づけてあげてくださいよ。ビールも入ってなかったですね。間違いないわ、昨日からお酒抜いてますから。アイちゃんがそんなことあるんだ。はい、無事に終わってもらえる。いや、本当に出てくれちゃったりなんかして、なんか奥さんに口臭いって言われてガンガン出ます、ね、いや、そんな観客には口臭届かないですから。いや、本当ね、臭いから。それは何でなんですか？試合に出ることって言うのも、試合スイッチ入って緊張するから。
緊張しないとダメだ。ああ、マジで一緒っす。だから追い詰めるぐらいに一回して、それでこうスイッチ。うわ、一緒ね。はい、ということで、簡単だけしてもらってます。はい、いよいよ。すいません、ロックアウトの方そろそろお願いします。はい、ロックアウト行けよ。そんなの人生初めて。進行中してからスタートしていただいて。パス番号案内します。さあ始めます。1万人が、はい、いや寒くないっすよ。本当っすか。体がこう、まもなくです。5、4、3、2。皆さんこんばんは。ジャパンオールスター2021にご来場いただき本当にありがとうございます。寒い中お待たせして申し訳ないんですが、これから熱い試合をたくさん繰り広げたいと思いますので、早速チームの紹介をしていきたいと思います。こちらです。いやー、どうでした。とりあえず、いやー、いいっすね。安定して、はい、観客の方から、おお、あれがやっぱりいいですね。負けられるぞ、ほら、行くぜ行くぜ。最高のクリスマスプレゼントです。さん、すごい。YouTuber になってよかった。3年連続僕は参加させていただいてます。こういうナスさん の作ったイベント、ね、唯一ビナーです。ビナー、そう、全部参加していただいて、はい、ありがとうございます。本当に徐々に大きくなってて、はい、ほんまに最高。このためだけに仲良くしてます。本当、はい、楽しみです。ナモンスターチーム、出場全選手が揃いました。3チーム総勢69名が熱い戦いを受けてくれます。それでは主催である那須大輔よりイベント開幕宣言です。皆さんこんばんは。改めましてジャパンオールスター2021にご来場いただき誠にありがとうございます。本当にこのような一大イベントをいろいろな方々の力添えをお借りしながら、開催できる運びになったことを本当に嬉しく思います。この場をお借りして関係者の皆様に本当に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。固い話はこれくらいにして、これから皆様の記憶に残るような熱い試合を繰り広げたいと思いますので、皆様一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。これがただからね。仕方ないです。これがただからね。かわいい。まずは走って往復、往復2往復結構早め。何おだち何。なんかすごいいい雰囲気ね。いい雰囲気です ね。すごいよね、はい、これは面白そうよ。いや楽しみです。楽しみ楽しみ。じゃねー、はい。
があります。いつもにはない疲れ、プレッシャーです。喉が渇く、なぜか、なぜか。ラスト、ラスト、ヤマさん、ヤマさん、ヤマさん、よし、はい、これがジャイサンドリンクです。これが皆さんお待ちかねジャイサンドリンク。今みんな言ってるからこの見て楽しんで帰ろう。はい、スペアトのパスを連れて、イエーイ、ゴーイエーイ、ゴーイエーイ。変わらんよ、変わらんよ、変わらんよ。マギー、マギー、教える教える。マギー、変わらんよ、いつもと変わらんよ。よっしゃー、すげえ、まだあるぞ、まだあるぞ、ゴー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 。一試合目1-1でしたけど、いやいいね、一本目、はい、面白い。もつれてるからここナッサンセットプレーで、ここはちょっと上がりますよ。ヘディングバチ、はい、やってない OB の強度じゃないよ。なんでしょ、マジでやばい。そうでしょ、強度が違いすぎる。いいでしょ、俺だって前半4分で心臓口から取れてるから。ええもん、みんな。2日前まで出ないって言ってたんですけど、引っ張り出しました。大丈夫ですか？短い時間で、はい、上げてきて。監督？あれ？監督？お願いします。監督？監督間違ってるんですよ。監督？着替えに行ったんだ。本田翼。よし。マネージャー監督。マネージャー監督。マネージャー。ゴー！ビア！ゴー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 ！負けたら俺の責任やから。こっから逆転するって相当な熱量必要だよ。全部聞いてほしいよ。リナうまいよ、いやいやいや、リナがうまいよ、いやいやいや、うまいうまいうまい。お疲れでした。お疲れでした。いやでも那須さん惜しいシュートもありましたから。那須さん一緒にインタビューです。もう喉潰れた。最高やったっす。かっこよかったっす、マジで。那須監督です。いやー、何もできなかった。おいさん。ラスト。
はい、はい、また皆さん楽しんでいってください。本田秀樹選手と松田大輔さんでした。どうもどこがいくつかありがとうございます。はい、那須大輔さんにご覧いただきますのでチャンネル登録をしてご覧いただければと思います。よかった、みんな喜んでるそうっすよ、本当に、ね、はい、よかった、どうなるかと思ってみた。最高だ、もっと上手くなりたいと思うわ、何歳になっても。皆さん、ちょっと急いだ方がいいかもです。マジで、はい、え、もう次の試合多分始まります。もうスターティングイレブン発表されてるんで。マジで、はい、楽しかったな、でもサッカー楽しいね。あ、ここだと思います。皆さん、もう一人で島田さん、ここです、ここです。時計の針が3分過ぎたところでようやく放送席ウィナーズ那須大輔監督登場であります。よろしくお願いします。那須さん、お疲れ様でした。いや、本当によく出ましたね、ゲーム。今日はすごいなって思いました。そうですか。ビルドアップの時ね、はい、こう上から見てると選手動いてないんですよ、はい、でもこの肝心なところでの最初にちょっと動くだけなんですけど、はい、結構みんな動きすぎるっていう現象がやっぱりあるので、こうやって見るとそんなに大きく何度も何度も動き直してるわけですね。確かに、そこら辺をこう見ながら研究してほしいですね。どうした、さあ右のサイド、クリミラ君のオフェンスです。ひょこっとしもりさんですね。はい、とんでもない体験ですね。大切できるなって、またうわすごい。あれレビューは見たりしますか。あっちの子供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 すごく印象的でしたけど、あ、そうですね、決めなかった、そうですね、あの見方にやると緊張受けないから、もう緊張したんですよ。それでは、本日のジャパンスター2021エンディングセレモニーを始めたいと思います。本日のイベントの主催、那須大輔に皆様にご挨拶を申し上げます。那須さん、よろしくお願いします。本日は皆さん足を持っていただき本当にありがとうございました。本当にこうやってレガスメンバーがレガスのボギーの方々、それとあの豪華な監督の指揮のもと試合ができるなんて本当に思ってもなかったんですが、たくさんのご協力のこと、このイベントが開催することができました。当初は、まあ、このイベント自体選手も集まるかなっていうところもありましたし、皆様も集まっていただける結果だったんですが、サッカーとエンターテインメントを掛け合わせる一大イベントをしたいというところから始まり、たくさんの人の協力のもと、今回のイベントができることになりました。本当に感謝しますので、本当に感謝申し上げたいと思います。それで、来年ももっと温かい時間でイベントをまたしたいと思います。来年もサッカー界、さらに盛り上げてくれて、皆様の一人一人の声だったり、その行動の現状が、選手一人一人の力になりますので、ここにいる各選手、ボギー選手も含め、ウィナーズも皆様の応援を、これからも熱い応援をよろしくお願いいたしますということで、ここまでの挨拶をさせていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。皆さん、本当に今日はありがとうございました。
これだけ多くの方々が集まってくれて、そしてこのブランドができたというふうに思います。本当にありがとうございます。そしてここに注いでいる選手のみんな、本当にありがとうございます。これだけのビッグレベルスなので、私自身も非常に楽しめました。また次の機会があれば、ね、こういう催しがどんどんやっていければいいなというふうに思います。そしてさすがだなと思ったのは、ちょっと要求するだけで、そのプレーが今日初めて集まってきても投げたのにできてしまうところもあるので、やっぱりこれは一人一人の個人の能力の高さだと思います。こういうところをどんどんみんなで、ね、そしてサッカーの楽しさ、そして素晴らしさを伝えていく、あるいは楽しさというふうにできればいいなとつくづく思いました。本当に今日はいい時間でした。どうもありがとうございました。今日はさすがが本当にありがとうございました。皆さんに参加してもらって、お客様に大きい支えをいただけるように幸せを送ります。これからもサッカー界を盛り上げていくために、みんなで頑張っていきたいと思います。応援ご協力の方もよろしくお願いします。本当にありがとうございました。良い感じをお迎えください。皆さん本当にありがとうございました。帰り気をつけてお帰りください。良いお年をお迎えください。ありがとうございました。ご来場いただきました皆様、ありがとうございました。選手の皆様、お疲れ様でした。大きな拍手をください。いやいやマジでよかった。感動の瞬間ですね。感動ですよ。このミラーズと一緒に歩こうか。ミラーズめっちゃゆっくりやん。いや、噛み締めてんじゃないですか。あでも、いろいろ体感してくれたから、はい、バスケさんのコーナー、はい、いやこの寒い中最後まで待っていただいて、いろんなクラブのさ、いろんな選手のユニフォームを持って、はい、いやあんま見ない光景ですもんね、本当に。ありがとう。ありがとう。頑張るわ。頑張ります。ありがとう。よろしくお願いします。またお願いします。サンさん、どうぞ。急にあれ、いろんなのある、大スターって。そうっすね。大スター、またお願いします。いや、最高のトークだ。ありがとう。ね、密着行かせよ。今まで。今までですよ。オッケー。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。実際めちゃくちゃ楽しかった。最高でね。楽しかったね。でも俺も久しぶりプレイして楽しかったけど、もう有観客に、まあ、今回させてもらって、最後こうやって場内一周したって分かったと思うけど、まあ、寒い中でも足を運んでくれて、告知期間も今回2ヶ月前から始まったからほとんどない。 YouTube もほとんど告知だけだから、それで1万人集まってくれたっていうことはもうすごいことだし、選手たちも喜んでもらったし、サポーターも喜んでもらったっていうので、このウィナーズっていう活動が本当にこう少し実を結んだっていうか、みんな本当にその一人一人のこの思いだったりもそうだけど、そういうのを体感できたと思うから、それは今後の活動、個人での活動でもそうだし、これからのウィナーズの活動でもそういう思いっていうのをしっかり背負っていきながらやっていきたいと思うんだけど、まあ来年またやるって言ったけど、来年は本当にもうパンパンに満杯でやりたい。準備もしっかりして、でしかもサッカー専用とかね、もっとこう体感できる、そんぐらいの力がウィナーズにはあると思ってるし、本当にね、撮影とか抜きにサッカー界を変えられるだけの、これがやっぱ集合体になればあると思ってるから、だからこれからもまあ活動っていうか、ウィナーズとしてはその練習の一コマ一コマだし、今日体感したプロ実際やって思ったと思うけど、
まあ、差がある部分だったり、まあ、実際できた部分っていうのはあると思うんだけど、彼らにスイッチを入れさせるぐらいのプレーをもっとしたいから、多分もう一つギア上げられるから彼らって、そのくらいのやっぱあのプレッシャーの中でやってる人たちだから、だから彼らを本気にさせて、本気にさせることによってやっぱり観客がもっと喜ぶし、引き出せるだけのまだ実力はまだないと思ってるから、だからそこをつけてさらに、まあ、見てる人も喜ばせられるし、うちらも勝ってハッピーになれるよ、これからも、ね、みんなで頑張っていきましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。イベント、はい、成功と言っていいですね。ですね。たくさんの人たちが喜んでいただけて、本当サッカーとエンターテインメントと掛け合わせて一大イベントをするということで、はい、もう本当寒い中、1万人近くの方がご来場いただき、現役選手も OB 選手も集まっていただき、はい、ウィナーズとしても本当はね、好めない体験をさせてもらって、みんながねハッピーになってくれたらすごくいいということで始めさせてもらったんですけど、はい、まあ、でも本当にたくさんのお力添えをいただき、このようなのが実現できて本当に良かったなと思います。みんな感じた思いっていうのは、それぞれの活動もそうですし、まあ、僕らもウィナーズとしてもそうですし、僕も夏大輔としてさらにね、その思いっていうのをしっかりと引き継いでというか、はい、まとって、ね、先に進んでいければといいと思うので、最後挨拶言わせてもらったんですけど、一大イベントをね、年末をしますので、そこまでにね、もっとたくさんの人に知ってもらったり、サッカーの人気がね、より深く、より多くの人に広がってもらえるように、これからも頑張りたいと思います。本日はご来場いただいた方々も、参加いただいた方々も含めて、ありがとうございました。これで一日終わりたいと思います。疲れた。マジで疲れた。疲れてらっしゃい。ハサギに戻りますよ。戻ります。まだ仕事スタートした。お疲れ様でした。